皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日は結構要望があった、何気ないお休みの一日を撮ってほしいっていうことで、撮っていきたいと思います。基本的にはすっぴんの時が多いんですけど、今日はちょっと映え写真を撮りたいなって思ったので、化粧とあとは髪を巻いていきたいと思います。髪を巻くのは下手くそなので、基本的には適当に巻いていきます。はい、完成。じゃあ準備して出発しようと思います。はい、下駄箱こんな感じで汚い靴がいっぱい入っておりまして、靴は基本玄関で足を上げて履いていくスタイルになりますね。左足がめっちゃ今プルプルしてるので、右足乗せちゃうと右足も一緒にプル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 ってなってますね。出発、レッツゴは、お兄ちゃんとお出かけなので、人がいるときはこんな感じで車椅子はトランクに積み込んでもらいます。チームお昼ご飯はここ肉屋食堂さんです。ちょっと一段高い段差があるので、ちょっと一人では難しいので、後ろからグイッと前輪を上げてもらって登ります。あれ、これってテイクアウト、あ、テイクアウトは現金でね。はい、わかりました。あ、テイクアウトございます。テイクアウト帰り持っていこうかなって思います。今買った方がいいんですか。現金払いで。まず席に着きましょう。はい、お願いします。あ、そう、あ、あとハンバーガーも。いや、いいね、いいね。一番人気のハンバーガーを食べたいと思います。めちゃくちゃでかくて、どうやって食っていいか本当にわからない。顎外れそう。せっかくなので、私が住む鶴岡市を少しご案内いたします。ここが鶴岡市の人たちの
鶴岡のランドマーク鶴岡のデパート、デパートじゃない時はお膝に置いてあったお土産のローストビーフ丼が落ちないようにいつもこんな感じで口に加えます。家の中に入ったらこんな感じで進みながら雑巾でタイヤを拭いてタイヤをきれいにしますね。書類全部見えない私の休日は終わりです。あとは部屋にこもって編集ですかね。今日も最後までご視聴ありがとうございました。